こんにちは、ジキです。タケです。お願いします。はい、ということで本日はですね、新しいエアマックスを買ったよ。よし。まあでも皆さん知ってるんじゃないですか。言わずもがななんじゃないかなと思いますけれどもですね、早速持ってきていいですか。お願いします。はい、あっち、ごめんなさい、あっち。今日あっちなんですね。あっち、あっちです。なんか買ってきてるとは思ったんですけどね、まだ見てないんですよ。ダララダダリダダダリリリラダラリダダラリリリラダラリダダラリリリラダダリダリダリリリラ。逆なんですよ。なんでそのテンションが高も全くわからんけど。ということで、ついに買いましたよ、私。僕で言うところの2代目になるのかな、真っ黒のマップラは。あ、やっぱ持ってはいたんですね。持ってはいました。はい、ただ、履きすぎて、もうマップラではなかった、あれは。どう、マップラではないってどういうこと？はい。履きすぎて、もうボロボロすぎて、はい、エアマックスですらなかった。ただの黒。ただの黒靴だった。国内の方で販売されたということだったので、ちょっと出遅れてしまった部分はあるんですけれども、ようやく買うことができましたということで、皆さん知ってるでしょうけどもね、買ったよっていう報告の動画ですかね、もはや、ね、報告動画、はい、ということでございます。ありがとうございます。はい、あれ今年自分で買ったマックス的にも一足目ですか？あ、そうだね。エアマックスさん自体はかなり今打ち出してるし、その種類も豊富になってきてるとはいえ、これを買わずしてっていう感じよ。いろんなところで言われてるので、知ってる人たちも多いと思うんですけども、そもそもフットロッカーの1000倍モデルみたいなもんだったから、共同開発のエアのテクノロジーだったらしいの。詳しくは知らないです。はい。そうなんですね。そう。まあ、フットロッカー、から徐々にこういろんなところとかで発売してって、でアトモスの方でも2018とか19年ぐらいに正式にエアマックスプラスっていうのがインラインとして展開されるようになったと。今ではもうすごいじゃん、種類も。ってことはそれまでは日本内の展開自体はもうそもそもなかったと。ないし、うん、まあ時効だから言いますけど、はい、言うて今物価高いだなんだで、はい、正直これも2万円なんですよ、約ね。ただ前のセレクトショップでエアマックスプラスの真っ黒、いわゆるだからアトモスとかでも全然入ってこないタイミングの時代もあったわけですよ、日本でいうと。マップラが今もアトモスさんとかがさ、もう結構打ち出したりとかしてて、はい、なんならこの間僕も見ましたけど、あの小島さんとヨッピーちゃんがね、あの小島さんの私物のエアマックスプラスを持ってきて話しててっていうような、そういう回もあったりとかしてて、だからアトモス側からしてもまた新たなニュースタンダードとしてエアマックスの新定番として日本の皆さんにこう打ち出してる感がすごく強く感じるんですけど、まあその前ですよね、には僕が働いてたところのお店でも真っ黒、そして今も販売されてるんですけど、真っ白もう展開あったんです。買い付けで、はいはいはい、そう、だから輸入品ですね。そう、国内では展開がなかったから約3万で売ってます。あ、日本で売るとおり高い。3万でバカ売れしてました。へー。でもその時代とかって僕言ったらもう 7,8 年以上前だから、はい、もう転売っていう言葉はもちろんあったし、転売やーとかっていう言葉もあったけど、はい、なんか本当に欲しくて買ってる人たちが3万出して買ってたっていう靴、市場価値として3万円がついてるっていうか、ショップがこの値段ですよって出して欲しい人が買ってたっていう感じ。そう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 。だから鉄板でした。買い付けで社長だったりとか買ってくるね、買ってくる鉄板のアイテムで、で僕はまあね、やっぱりお金はそこまでない人間だったから、はい、マップラ欲しいけど黒で3万かみたいななっちゃってる自分もいて、 だったらこの間みたいな94のコレクション欲が強かった部分だったから、はいはいはい、じゃあ94の方買いたいってなって優先順位として下がったんだけど、あ、低かったんですね。そう、当時だけど会社も経てアトモスに入り、でアトモスに在籍した時にエアマックスプラスっていうのがどん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 出てきたよっていうところから、まあ宗志くんの動画とかでも何回か触れてたりするんですけども、そういったところで紹介したりとかしてるっていう感じかな。なるほどね、うん、やっぱりでもね、そもそもエアマックスプラス自体はまあ97とかはちょっと市民権やってるけど、まだまだだと思うんですよ、日本で言うとね。やっぱヨーロッパみたいなそういった人たちにすごくこう影響がある靴だったりするから、いわゆるジョーダンとかバッシュ系の靴が好きな人からしたら正直ハマらんと思う、はいはいはい、これで言うとこの靴自体がね。そうそうそう、うん、だけど僕自身はまあ今もね、今日はこの動画を撮るっつってるからこれに合わせてきたりとかして、もうコーディネート組んでる、もう組んでます。こういう風な服装にはバッチリハマるし、何回も言ってるかもしれないけど、マップラを履いてることによってのステータスっていうのがやっぱあるから、そういった面においても日本でも少しずつこうアトモスを筆頭にね、マップラを徐々に浸食していって認知も増えていき、
最終的には、まあ、極端な話だけど、エアフォースワンの真っ白真っ黒ぐらいのレベルで、真っ黒の真っ黒真っ白っていうのが展開されてもおかしくないんじゃないかなと俺は思ってる。なるほどね。だからもう代表作になってほしいと。まあ、代表作なんだけどね、うん。日本がただただ真っ黒っていう認知度が低いだけであって。まだね。うん、ヨーロッパにしては、エアフォースぐらいの認知度にはなってる。多分、エアフォースよりこっち入ってる人多いんちゃう。多分ね。行ったことないから分かんないけど。まあでもおしゃれな人が履いてますね。おしゃれな人が履いてるイメージだから、うん、これ一足持っててももう損はないんじゃないかっていうところですね。うん、エアマックスプラスの真っ黒っていうのは僕自身も思いもひとしおで僕のブランドに携わってくれてる山本さんのもうスタンダードシューズみたいなもんだからこれ。真っ黒。うん。やっぱ僕はもう山本さんめちゃくちゃかっこいいと思ってて崇拝してるぐらいの先輩だったりする。そういうの人の足元がこれだっていうことはもうね僕自身にはすごいですよこれは。皆さんが知ってる人で言うところで言うと山本さんだから山本さん出してるけどそれ以外の人たちもめちゃくちゃ入ってますからあのおしゃれな方々。真っ黒かチューンドマックスかそこら辺のもう本当に90年代後半もう終わりに近いぐらいの時に出てるエアマックスが今超やばい。97と98もいいんだけど、はい、そのマップラとかチューンドマックスとか、そっちのいわゆるエアマックス1とか90、BW、95、94とかそういうものとかってちょっとカジュアルよりやん、はい、で2000年ぐらいになってくるとエアマックスってちょっとスポーティーになってくるんよ、はいはい、もう本当に乱臭みたいな、はい、そこの狭間の世代が一番俺はすごく豊作だと思ってる俺は当時まあマップラは知らないけどチューンドマックスとかはそこまでだったらしい。なんだ97もなんか、うん、ワゴンセールだなんだとかって聞くじゃん。なんかねそれはありますからね。そうその当時を生きてた人はね、うん、そういうものとかもいわゆる97がまあ本当に20年ぐらいの時を経て一瞬バズったやん。ありましたね。超並んでみたいな、うん、シルバーバレットってそうでしょ、ね、やばかったやん、うん、いやそういう風ないわゆるナイキのセンスがついに20年ぐらいの時を経て追いついてきた。追いついてきたんです、うん、これはもうずっと人気ではありますけど90年代後半ねエアマックスのところだけを抽出して話をするとそういう風な感じをするから、はい、まあまあ今回は僕自身はこの真っ黒を変えてよかったっていうところですかね。いやおめでとうございます。はい。マップラのどこが好きですか特に。なんかわけわかんねえところこのこのプラパーツの使い方とか、だからそうヤシの木とかって言うらしいんですよ。ああそうだ。モチーフで、はい、OG カラーがオレンジグラデーションみたいなあれが夕焼けとか夕日とかっていうらしいの。はい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 。あれってさ、いや別に物申すわけじゃないけど、オレンジのやつでこういう風なこうファイヤーパターン調のね、はい、こういうこうプラパーツの使い方だったりとかがあるって、それヤシの木だって言われたら確かにと思うけど、真っ黒にしたらマジでわけわからへんやん。わからん。うん。だからこのわけのわかんない感じが好き。前も言ってたな、ジーケンさん。やっぱりモデルがオールブラックで、かっこいいモデルってモデルがやっぱかっこいいわけだ。そうそう。だから、そもそも真っ黒が好きになったきっかけも山本さんだしね。偉大すぎるやろ。俺からしたらな、はい、もうスーパー先輩です。あの人に出会えてよかったっ。よかったっすね、うん。あなたに会えてよかったみたいな。メゾン一国みたいな。おとなしようこさんみたいな。はい、そういう感じでございまして、せっかくなんで僕ね、スタイリング踏みたいなと思いますよ。はい。はい、いいですか、スタイリング。行ってもらいましょう。はい、お願いします。じゃあ、スタイリングどうぞ。はい。はい、ということでね、一発目、こんな感じです。もう合わせに来てましたね。こんな感じですっていうか、もう真っ黒でしかないから、もう何も言うことないんですけど、僕の大好きなデマルクラブのセットアップ。いや、初めて見たんですけど、僕。あ、マジ、はい、結構着てるで、俺。あ、マジですか。うん。それで言うと最近はあんま着てないけど、6年前ぐらい買ってる。そんな前から持ってるんですか。そう、持ってる。こういう風な感じの合わせ方が、真っ黒が一番いいです。だからカジュアルに合わせるんじゃないんだよね。スポーティーに合わせるための靴だと思ってます、俺は。だからこれに、まあ、デニムとか履いてもいいと思うけど、なんか俺的にはこういうナイロン系とか、スウェットパンツとか、なんかそっちの方、もう少しカジュアル寄りにするとしても、イージーパンツとか、ちょっと太めな感じにするっていうのがいいんじゃないかなっていうことを。合わせましたっていうかごめんなさい真っ黒なんでスタイリングもクソもないんですけどこういう合わせ方です。マップラってチノパンとかでも別にいいけど僕は合わせないな。真っ黒なんですけど一番参考になりますこれが。これが一番いいっしょ。真っ黒の中でちょっとこう例えばパイピングだったりとかこれはちょっとこういう風なデザインとか入ってるからあれだけどそういう風な感じで遊ぶのがいいんじゃないかなと思います。だから無垢な感じの真っ黒で合わせるのももちろんかっこいいけどなんかちょっと物足りなさを感じるんだったらこういう風な上下のセットアップのディテールとかで遊ぶっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。まあそういう風な感じで合わせてもいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ続いて、まあ、対照的に白のトラックパンツを持ってるんでそれもちょっと持っていきましょうか。お願いします。はい、はい、2パターン目なんですけどこんな感じの、はい、まあ、さっきの真っ黒と対照的な感じで合わせました。色味を使ってかつ本当にこう対照的な白っていうところなんですけども、まあ、こういう風な合わせ方も僕は好きです。共通点としてはやっぱりこうシャカシャカっていうかナイロン系のものに合わせてるっていうところがポイントだったりするので、
こういう風な合わせ方で足元だったりとか、あとはまあキャップも黒だったりするから、まあ、そういうところでまあ締めるっていう風な感じでもいいんじゃないかなっていうところで合わせました。季節的に暖かくなってきたらそれはハーフにやっちゃっても使えるわけですからね。これ僕のブランドのやつで新作なんですけども、こういう風な感じの合わせ方で合わせてます。めちゃくちゃいいの、白パンに黒のねマップラー、まあ鉄板でしょ。いやいいね、うん、一番かっこいいと思ってます、はい、そうで、これがねナイキの、これ古着で買ったんですけど、チャレンジコートのワッペンが入ってて、裏もメッシュとかついてないから、パンツの柄がもし入ってたらめちゃくちゃ透けるぐらいなんだけど、エッチエッチパンツだよ。そうそうそうでもこういう風な合わせ方で合わせました。いつもコメントとかでは白いパンツ作ってくださいっていう風な感じも言われてたりするんで、なんかこういう風なナイロンで白パンっていうのもなかなか面白いんじゃないかなと思います。僕も白パン結構好きですし、なんならめちゃくちゃ履いてるんで、どっかのタイミングでやりたいなと思います。どうですか、さっきと比べて。対照的すぎて、黒の靴なんでまとまってるんですよね。トップスだったりとかも、まあ、さっきと比べるとやっぱ全然明るいじゃないですか、うん、でもやっぱり締まるっていうか、リフレクターじゃないんだけど、パーツがさフラパーツだからちょっとこう黒光りするんだよね。反射じゃないんだけど、うん、光でこうちょっとテカる感じも僕的にはすごい好きなので、まあ、こういう風な感じの合わせ方でいいんじゃないかなと思います。ちょっとマップラ欲しくなりました、はい、あ本当ですか、はい、よかったです。真っ黒だから別にもうこのぐらいで終わろうかな、スタイリング云々っていうよりかは、まあ、この靴自体の良さがこの2つのパターンで感じられたら嬉しいかなと思います。何でも合うよ、シャカシャカ特にって感じですね。そう、あのあんまりこうシャカシャカ以外のものとかは俺は合わせないから、まあまあそういうのも参考にできればなと思ってます。はい、ということで、はい、ありがとうございました、エンディングいきたいと思います。はい、さあということでいかがだったでしょうか、はい、スタイリングって言いましたけど私、はい、まあ真っ黒っていうことでそれが一番いいです。真っ黒には真っ黒です。特にこういった感じのシルエットはそうだなってやっぱ思いますね、うん、そう、前半でも言ったんですけど、このわけのわかんない使い方っていうのと、あとこのプラパーツのこの光沢感が、光沢感って言ってるから別にじゃあリフレクター使った方がもっと光沢感あると思う人もいると思うんだけど、このプラパーツがいいんですよ。このエナメルっぽいよね。そうそうそう、うん、なんかこうチープではないけど、なんかこういう風な使い方で黒光りしてる感じがいいっていうところ。一個いいですか。何ですか。チューンドマックスの時にも同じこと言った。あ、そうだからチューンドマックスは確か99年かな。これは1998年のモデルだから、あそこあたりは今の俺の気分ですね。なるほど、ね。うん、まあこれに関しては1代目がもう破壊されて、はい、で2代目じゃないですか、はい。これはもう3代目4代目だっても全然いい靴ですね。あ、もうだからペア欲しいぐらいですもん。皆様がエアフォースワンの真っ白を買い替えるように、僕はこの靴を買い替えていきたいよね。海外だと真っ黒と真っ白なんてほぼ常にあるんですよ。はいはいはい、まさにエアフォースワンの真っ白と真っ黒かのように。だからこれもうさ、アトモスさんにお願いする方がないんですよ。もうお願いです、最終的にはこれもう常に置いといてください。お願いします本当に。というのもですよ、これを買うってなった時にちょうどこれ山本さんじゃないんだけど、ある先輩からちょっと俺のも買ってできてくんねえかってなって、はい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 、あ、いいですよつって買おうとしたんですよ。ほんならその方が 28.5 だったらしく、そしたらもう 28.5 29センチ全然もうないってなって。そんな人気なん？そうみたい。数もやっぱり少ないと。いや少ないことはないはずよ。わかんない、そっからもしかしたら追加で来るかもしれないし、そこは何とも言えないけど、だから今僕が言いたいのはある時に買っといた方がいい。あ、買えるうちにね。特に真っ黒で、次僕狙ってる真っ白ですから、とりあえず真っ白も確保しておきたい。なるほどね。真っ白は僕初なんですよ、買うとしたら。あ、今まで過去に持ってないんだ。持ってないのよ。アトモス前の会社で働いてた時の3万円のイメージだから、僕からしたら高価な靴なんですよ。だから真っ白もちょっと確保しておきたいな。でも真っ黒がこのぐらいそのスピードでなくなっていくのを見て目の当たりにしてるわけだから、はい、ちょっと真っ白も早めに確保しとかないとダメだなっていう気持ちにちょっと焦りもあったりとかしてるって感じかな。ちなみに私今回 26.5 を買いました。なんで？細かったんですよ。え、前回のモデルは 26? 分かんないんだけど、ここがすごい細く感じたんですよね。ラストとかを変えてるっていうのはあんまり考えにくいけど、その時にモデルよりもでも形若干変わってる、うん、いやどうなんだろうね。なんかすっげー細く感じて履けなくなかったんだけど、ちょっと怖かったぐらい。違うんじゃない？ちょっと足でかくなったんじゃない？本当にその時に比べて4年ぐらい経ってますからね。足でかくなることある？30代。いや僕もあった、僕もあった。あ、マジで？はい、僕も 25.5 やったんですよ。あ、そう。そっから上げたって。あ、マジで？もしかしたら変わってきてんちゃう？あ、本当。が、はい、分かんない。靴が変わってるかもしれないし。まあまあまあ、はい。なんでまあちょっと細く感じたので、足の形は様々ですから何とも言えない。
ないんですけど、僕はハーフサイズ今回は上げましたっていうところと、もしお近くでね、アトモスさんがあれば試着してみるのは確実かと思います。アトモス自体はすごく店舗数多いけど、店舗によってはもうほぼほぼなくなってきてしまってる部分もあるらしいから、早めに買っといた方がいいんじゃないかなと思いますね。この動画で拍車がまたさらにかかると。いやーでも言うて、なんか言うわけじゃないけど、2万だからね。まあね、定価は高いですからね。そう、靴自体最近2万が結構、アベレージ、そう、アベレージになってきてるやん。うん、だから、昔はそんなことなかったけどね。そう。でもこのモデルに関してはさっきジーケンさんが言ったみたいに、もともと輸入品で3万円で買うってこと考えたら、定価で買うって言っても安くなってるからいいんじゃないですか。まあ、そうやね。うん、まあまあ、そういう風な感じでですね、今回こちらを買ってきたよっていうような動画でございました。いや、実は他にも欲しいものいっぱいあるんで、ほう。ちょっと買ったらまた紹介していきたいです。この期間で言うとエアマックスですから、エアマックスがメインになってくると思うんですけども、それ以外にもすごい欲しいものを見つけたりもしましたんで、はいはい、まあ、靴をね、買っていって、恋愛相談チャンネルから少しずつやっぱりこうシフトチェンジしていかないと、何のチャンネルなんですか、あれに関してラジオがね。まあまあ、そうそうそう。あれですから。はい。僕は、ちょっと気になる方はですね、前回のラジオ見てください。はい。よろしくお願いします。という感じですね。はい。ということで、今回はですね、こちら私、約4、5年ぶりにエアマックスの真っ黒を買ったよっていう動画でございました。皆さんもね、もし気になった方がいらっしゃったら、ぜひね、チェックしていただけたらなと思いますし、アトモスさんでしか今これ、事実上買えませんから、はい。そういった面も含めてですね、お早めにチェックしていただけたらなと思います。ということで、今回はここまでさせていただきます。よろしくお願いします。